皆様こんにちは。ですね、じゃあ今日はですね、あのミッション、あのバトルロイヤルじゃない方ですね、これじゃなくてミッションを今日はちょっと一個ご紹介しようかなということで、ですね、この要塞襲撃っていうのがあるんですけど、ここですね、要塞のまずかあの鍵が閉まってるんですよ、要塞っていうところ要塞、なんか敵というか悪い人たちがなんかテロリストの変な本部みたいなのがあるんですけど、まずそこの鍵を入れて、カードキーを手に入れて、でその次がですね、まあ要塞の中に、中というか周りにいる敵を一掃して、そしてですね、要塞の警備員からホワイトロースターという、まあこれもよくわかんない、まあなんかの組織の情報を手に入れるっていうんで、このこれだけちょっとできてないんですよ。なんでちょっとこれをやりに行こうかなということで、まず武器はとりあえずこの AK のショートバージョンがとりあえず、一番なくなってもいいやつをとりあえず1個持って、あとですね、途中なんかまあ長めのやつを拾って、それで行きたいと思います。ではやっていきたいと思います。あ、手榴弾、ちょっと待ってください、手榴弾だけ持って手榴弾だと、これなんていうんですかね、やられた時にまあ回復するやつなんですけど、ダウンしちゃって回復するやつじゃないみたいですね、調べたら。なんかこれ傷口が早く下がるっていうんで、敵に撃たれた時になんて言えばいいの、あのダメージがグッて下がるんですけど、それが早く回復するやつみたいです。でですね、ダウンした時に蘇生するやつはショップで売ってます。確か4500ドルぐらいで、4500ドルだっけな、値段、まあいい値段ですね、そこそこ。あとですね、これ誰かと行くと、まあ、誰かが助けてくれるんで必要ないんですけど、まあ一人の時はできればそれがあった方がいいと思うんですけど、なかなか確か4500だと思ったんだよな。要塞の前にそのショップでそれを仕入れてから行くって手もあるんですけど、いかんせまあ時間がないんで。盾持ちはなんとか手榴弾で、うわー遠いな、とりあえず脱出口に近いところだから、ここに行きましょうかね。なんでまずこの車を取りに行きます。
終わったって言った、頼む。かあ、まあいいや、手榴弾2個だ。あそこに2人いるな。2人だけか。3、4人いるな。隠れちまった。後ろにもいるな、一人。5人か。やめとくか。キャッシュを稼げる契約をタッグマップで確認しろ。そこにいるな、一人。二人。この上は何だ？上から来る場合とかあるからな、敵が。あ、4人、4人いるな。まあ場所がいいからここで攻めるか。あ、5人いる。まあいいや。食らってしまった。増援が来ちまったよ。
だから全員てくんなよ。どっから撃ってきた？なんだよ。よし、まあいい。これで。あそこになんかいるぞ。よくバレないよね、これ。あとどんぐらいあるんだ。こうかな。こう言ってこう。いたような気がしたよ。
あのオレンジ色のなんか旗がなびいてるところがまあ要塞なんで、とりあえずですね、このビルの上から、あ、ちょっとなんかあるかな。スナイパーライフルがあればな。どっちがいい？あ、こっちの方が長めだよな。まあ、とりあえずここの下に銃があるということを覚えておいて、ですね、この要塞の近くにいる兵隊がまずカードキーを持ってるはずなんですよ。あれ、人がいねえぞ。スナイパーライフル、あ、よかった、プレートがあって。正面だ。誰もいねえのか。こう鍵がかかってるんで、あれ、戦闘あったのか。ウルトラは敵の動きが活発化している、気を抜くな。いや、分かってますぜ。困ったな、入れないんだよな。
ちのビルから行くか。やべえ、なんか車の音が。ちょっと待って、ここはまずいな、入れねえ。あ、いるいる。中にいるのか。強くなってきたぞ。回収地点に向かえ。出てきた。多分敵のオペレーターが武器ケースを確保、位置をタックマップに表示する。いや、出てこねえな。
いや、ダメだな、これ。仕方がないから脱出しよう。うわ、誰かいるんだ。まあいいよ、これを逃したら帰れねえぞ。ウルトラは、そこの回収地点はもう使えない。別の回収地点に向かえ。いや、無理だろう、だって。ウルトラ1、着陸地点を視認した。場所を開けてくれ。お、来た来た来た。頼む、間に合え。確かこれ中だと思ったよな。あ、中だよな。中で、まあ武器も、まあもう一回やって、あとガスマスクも手に入ったんで、結構時間との勝負なんで、これ。
ですね、要塞の近く外にいるんですよね。通常はですけど、でもさっきみたいにないと、このカードキーが手に入んないんですよ。これをないと入れないんで、まあっていう感じですね。やっぱこれ3人で行かないとダメなのかな。規模が小さいからいないのかな。あの結構要塞も規模があるんですよ。ちょっと大きめとか。ということで、一応これはこれでちょっと終わりにします。一回ではありがとうございました。